すごい。うわ。おお。めっちゃ見れる。久々やなこれ。はい、久々ということで、でもこれなんか前回の動画とか、前回か今後の動画と服も髪型も、そう、前回とは続けて、前回がかなり日本撮り、日本撮り、はい、日本撮り、日本撮り、はい、あ、なるほどね、多忙だね、マスクまで全部黒いやん。なんかね、ほぼ黒やん。はい、ちょっとすいません、それは黒やね、続けて撮っちゃってるので。なるほどね、着替える努力を怠ったね。怠りましたね。着替える努力どころか、どっちか色変える努力さえ怠ったやん。怠ったね。で、今日は何？今日はここカットされるでしょ、多分今の。え、知らません、知らませんよ。今多分動画の尺的に絶対カットだから、この動画で。あれが短いんで。え、あの、お父さん、あれが短いんで。え、結構長いでしょ。短かったっすよ、一瞬で終わるんで。え、何？お父さんあれって何？お父さんの報告の動画なんですけど。あ、お父さんって、 あなたのお父さん。はい。あ、そっち、なるほど、うちの父じゃなくて。はい。あ、なるほどね、はい、あの動画短かったの。短かったんで。え、そう、短かったんだ。あ、じゃあここ結構。お父さんまだ先ですよ。あ、そうそう、だからそのために撮ってんのかなと。早いですね。そしたら長いなと思って、結構結構長い尺で行くな、行かなきゃね。こっち短くしとかなきゃ、カットかなと思ったけど。違う違う、私結構長め、そっちか。うん、じゃあ結構あの時動画あんま撮ってないもんね。撮ってないんで。撮ってね、シャッピも短かったからね。そうです。なるほど、ここで喋っとかんと尺ないんや。尺ないので。じゃあ尺偉いんや。そう。偉いってこと。そうです、偉いです。ちゃんと伸ばしていってるやん。はい、説明をしないとね。もったいぶってるやん。説明して。はい、私のお父さんに、妊娠の報告をしていきたいと思います。うん、1ヶ月ぐらい前やけど。はい、ちょっとこちらのお父さんにはまだ現在、この撮ってる時も、うん、そう、これ撮ってんの5月の27日。うん、ですけど、まだ。まだ知らん。まだ知らん。まだ知らないので、まだ安定期にあと、数日で入るんですけど、うん、やっぱ安定にしてからの方がね。てか関西って撮りたかったよね、動画を。そうね、関西って動画撮るのに、さすがに安定期にも入ってへんのに関西って動画撮るのもあれやもんな。うわっ、口やっぱつけにくいな。うん、つけにくい。ということで、まずはお父さんに発表したいと思います。お母さんには私はもう一番最初に、お母さん撮ってへんのやろ。撮ってないです。入れてしまったので、ちょっとお父さんは動画にしたいなと思っておりますので、うん、どうやって発表するの？作戦とかの作戦。作戦はですね、うん、ケーキを用意して、そのケーキにおじいちゃんになるよって言って渡したいと思います。なるほどね。とりあえず動画を見てください。それ最初に見てもらう。とりあえず見てもらって帰ってきてもらう、みんなに。そうしますか。帰ってこい。じゃあとりあえず行ってらっしゃい。バイバイ。ポケモン、ボタン押せるよ。はい、押してる押してる。大丈夫でしょうか。行きまーす。はい、はい、チーズ。はい、チーズ。あ、ケーキ開ける？はい。え、もういいの？開けて。すごい。おお。はい、戻ってきた。みんな戻ってきた。どう？こんな感じの反応でしたね。うん、どうでした？まず、ケーキを買うときのお父さんの後ろにいるってやつ。あれ取ってへんな。あれ取ってへんな。あれ取ってない。説明しなきゃ。うん。もう一回やって。てか、まず、まあ、動画のやつをね、見てもらって、こんな反応だったんですけど、まずよ。うん。ケーキを作ってもらってるタイミングで後ろにお父さん現れる。そうそうそう、ケーキ買ってる時にお父さん来はってんな。そう、びっくりした。聞こえるもんね。そもそも電車間違えたんですよ、君が。全然間違えてへんよ。間違えたよ。え、一緒間違えたから。じゃあ一緒に行ってんねんから、僕が間違えたわけちゃうやん。でもなんか指示をした。なんで、あなたの親戚の家に行ってんのに僕が電車間違えんの？あなたの親戚の家に行ってんねんか。あなたが間違えたみたいな。間違えたよ、間違えたよ、適当やし。
で、じゃ間違えたけど、で、一本ね、ちょっと遅れちゃってね、一本早く行こう思ってたの。そう、早くね、来て、ケーキ用意して、ね、お父さんと合流する予定だった。でもあなたが逆の方向に出るからよ。ケーキ屋さんが、こっちの方向にあんのに、反対方向にピュー出ていくねん。お、知ってんねや、地元やから、言ってたの。親戚の家やから、知ってんねやと思ってついて行ったら、こっちにあんのケーキ屋さんって来たら、知らないって。勘で。勘で。右と左の改札だったから、勘で。勘でね。勘で行ったら真逆やろ。フィフティフィフティ出たら曲げんけど、なんでフィフティフィフティ出てんねん。ちょっと調べていったら 100% やったのよ。マジタイムアウト、タイムアウト、マジタイムアウト、マジタイムロスやろ。なんでタイムアウトって時間切れやろ。お父さんがおってんな。そう、ほんでお父さんが言い張ったから、そこでゆっちゃんが勝ってる間にこっちでめちゃめちゃお父さん引っ張って、あのアイドルのライブが昨日こんな感じでしてね。そう、後ろにいるから、うん、あのおじいちゃんになるよって帰ってくださいって言ったんですけど、めっちゃ確認するんですよ、うん、そのケーキ屋さんが、うん、みたいな。どういうことですね。そう、後ろにいるからもういいから早くやってくれって思ったし、あの確認もいいですって言ったの、うん、見せないで、これでいいですかってやるじゃん。だから確認もいいですって言ったんですけど、まあ、それ理解がちょっとこっちもさ、こんな感じで言ってるからさ、うん、それが結構大変なんだけど、こっちずっと喋ってる無駄な話、面白いだね、うん、できる男だなって思ったよ、ね、ね、マジで何にも言わずに連れてってくれたから、うん、マジで。うわと思って言っちゃいそう。全然違うな。オッパーね、オッパー細かいね。ファンの旦那さんで、ね、ちょっとここだよな。オッパーと違う。オッパーと違うって分からへんやろみんな大体。あのゆっちゃんの配信とか来てくれたら分かります。オッパーが誰か。うん。パチンコ大好き。ということでね。はい。それでまあ無事にケーキを買って、そのね、お家に。てな感じで、あとが垂れましたね、という感じの動画です、うん、どうやった？いや、私のお父さんは基本的にリアクション、反応すべて薄いんですね、うん、そうなんだ、みたいな棒読みをかもしれないと思ってやってたんですけど、周りのいとこちゃんたちが感情豊かすぎて、そうそう、あのいとこちゃんたち感情豊かやねんな。特にお姉ちゃんがな、うん、一番上の感情豊かすぎて、おばあちゃんとかまさか泣いたり、うん、お姉さんって、ね、おばさん、お父さんも泣いてくださったりとか、お父さんもえマジみたいな言ってたけど、うん、まあ、ちょっといとこちゃんたちカモフラージュしてくれていい感じにはなったり、お父さんまたから泣いてくれた、ちょっと反省してたよね、リアクションね、うん、そんな感じで、まあ、喜んでくれましたね、喜んでくれたね、よかったね、感情豊かやったね、感情豊かね、へえって言われてもね、こっちもね、発表しがいがない、ちょっとね、ちょっとね、まあ、そうだね、ありがたかったね、うちの父親とかこんな発表やけど大丈夫かな、知ってへんかな、どっかで、でもさ、頼むよ、うちの両親、知らんよ、両親超えての最終的なあれだからね、もう関西のご両親のリアクションにかけてるからね、知ってたらしんどいな、知ってたとしてもどういうリアクションとってもパイプ叩いてくれる、迷惑、緊張迷惑だからちょっと任せるよ、それは任せんといて、素人やから素人も、こっちも素人やけど、向こうど素人やから、いや、あなたのお父さん素人じゃないからね、うちの父さん素人や、バリバリ、バリバリ素人、どんだけテレビとあれを見てるさ、見てても素人やね、素人やね、ほんと見てるやん、出てへんやんか、あなたの音だって、いや、もうそれは君の腕だから、僕の腕じゃん、父さんの腕やん、あっしゃ、感情を出す人なの、いや、そんな出さへん、母さんの方感情出すけど、あー、母さんに期待やね、そっか、まあ、とりあえず行ってみましょう、もうすぐ行くもんな、そうですね、はい、ということで、はい、ではでは今回も今日も見てくださって、久々やから忘れた、今思い出したと、北海道の炎上動画やったで、今日も見てくださってありがとうございましたって動画出てきて、どこで何て言われたかな最後と思って、なんか分からんけどパッと思い出した、北海道で行ったあの後の炎上動画やった、すみませんでしたすみませんでしたよ、あの時はな、ということで今日も見てくださってありがとうございました、よろしかったらチャンネル評価、チャンネル評価とコメントはいいねよろしくお願いします、チャンネル登録ね、はい、バイバイ、バイバイ。